どうも、猪狩です。皆さんに今から俺の特技をお見せしたいと思います。いきます。どうも、猪狩でーす。これもしかしたら奇術かもしれないんですけども、ちょっと水飲みたいな、まあ、やっとりでいいや。奇術かもしれないんですけども、まさかどの話です。おめでとうございます、皆さん。まさかどの話が出ますよ。なんか前に、いつだったかな、いつかのライブ、あ、違う、舞台にまさかどが見に来てくれたんですよ。で、その後にこうご飯に行こうっていう話になって、で、東京、まあ、のご飯屋さんに一緒に行くってなったんですね。で、2人じゃなかったと思うんですけど、なんでだ?ちょっとごめんなさい、なんてか思い出せないですけど、とにかく何人かいるご飯屋に行くのに、なぜか俺と正門の2人だけで確か移動してたんですよ。で、2人で移動してて、こう歩いてて、で、まず地下だったんですね。で、トイレの表示とかを駅とかでするのに、こういう矢印ないあるの分かります？こっちか。こういう向きの矢印。こうなって矢印みたいな。で、それの意味合いとしては、右折だったりとか引き返すみたいな、そういう意味合いじゃないですか、基本的に。じゃあ、真下向いたんだ。真下向いて、で、65メートルって書いてあったんです。で、トイレのマーク、なんていう、ピクトグラムが書いてあって、あれ、ピクトグラムになってるっけ？ピクセル、ピクトグラムが、はい、書いてあって。で、大体の人が分かるのは、この先直進したら真下向いてるってことは、直進したらトイレっていうの分かるじゃないですか。それを見ても正門が、その矢印を見ても皆さんお気づきだと思うんですけど、これ65メーターの下にトイレあるんやな、つって。もう、いや、マジでやべえと思いましたね。はい、皆さんこんにちは。HiHiJets 橋本涼です。おはようございます。イエーイ。今日もまたご飯作っていきたいと思います。イエーイ。今日作っていくのは、プロテインパンケーキでございます。すごくいいんですよ。パンケーキめっちゃ好きなんですけど、パンケーキって食べるとちょっとね、まあ、体に気をつけてる人からしたらちょっとっていうのあるんだけど、プロテインパンケーキだと結構全然ダイエットになるし、結構糖質低いからおすすめです。ってことでね、まあ、早速作っていこう。それでね、使う材料はこちら、プロテイン、これちょっとチョコレート系のプロテインとエッグ、卵2つ、1つここにもう1個ある。とあと、まあ、ベーキングパウダーがあればいいんだけど、ちょっとどこにあるかわかんないから、今日はなし。まあ、あればなおよし。で、お水。と、あと、まあ、フルーツがあればいいかな。じゃあ、早速、作っていこう。じゃあ、プロテインを、入れます。で、もう超簡単なんですけど、それに、卵を入れて、はい、じゃあ卵を入れたら、卵とプロテインに一回混ぜます。で、ちょっと塊になったらお水をほんの少し入れます。ました。
混ざりました。そしたらね、これを焼いていきます。でね、俺は油引かないっす。うん、引いてもいいんだけどね、俺は引かないっす。はい、それじゃあ焼いていきます。これね、結構2か3に分けて焼きます。1回で焼いてもいいんだけど、広がって返しづらいから、2回か3回に分けた方がいいと思います。じゃあラスト1枚焼いていきます。やっぱり3つに分けました。じゃん、それじゃあ焼けました。結構うまそうじゃない。これにね、フルーツをトッピングしていきたいと思います。じゃーん、はい、できました。パンケーキ、これにね、ブルーベリーソースをかけていきたいと思います。はい、できました。完成です。プロテインパンケーキ in ブルーベリー&マンゴーです。いや、めっちゃうまそう。早く食べたい。ね、まあこういう、結構お腹空いた時に、こういうのでね、置き換えて食べてもね、全然 OK なんで、ぜひ皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。それでは以上、橋本亮でした。バイバーイ。はい、皆さんこんにちは。ハイハイジェッツの橋本亮です。今日やる企画はこちら。橋本と一緒に、汗かこうぜのコーナーです。今考えついた、イエーイ。まあなんかね、いろいろ俺が考える運動のメニューがあるんで、まあ一緒にやっていこうぜっていうチャレンジコーナーです。今日はね、この腹筋ローラーをね、立ったままできるかやってみたいと思います。みんなもある人はやってみてね。それじゃあ行ってみたいと思います。よっ、いけるかな。テイク2。
検証結果を、発表したいと思います。まあ足ちょっと開いてやれば、まあ、似たようなことはできるけど、立ったまま難しかったです。ごめんなさい。はい、皆さんこんにちは。ハイハイジェッツの橋本デュオです。こんにちは。画面止まってるよって方間違ってないですよ。今日はねプチラジオみたいな感じでお届けしていきたいと思います。今日はねお昼ジャージャー麺がめちゃめちゃ食いたくてジャージャー麺作りました。うまかったです。そして今隣には愛犬のティアラちゃんが寝転がってます。めちゃめちゃ可愛い。そしてね大事なことありますね。今日明日明後日、ライブがあります。ぜひぜひ皆さんに見て楽しんでほしいなって思います。それじゃあねまたこれが好評だったらまたもう一回やりたいと思います。それじゃあねバイバーイ。はあまた違う苔に来てしまった。この少ししか生えていないこの苔が僕の生きがいなんだ。あ、毛糸ついてるやん。まったくな、こんな低いところで誰にも見つけられないなんて思ってたのかな。僕が見つけてあげたよ。好き。皆様に夕日に当たる作間をお届けしたいと思います。しばらく黄昏ます。あーいいですね、夏休みってのはいいですね。うん、今ちょうど時計がぶっ壊れて今12時になってます。電子時計だと5時半ですね。うん、お資料は読んでないのよ全然。俺資料と仲いいのよ。資料って言ったらすぐに反応してくれるんだよね、仲いいからね。うん、あーいいですね。今日はゲリラ豪雨じゃなくて晴れてるよ。あ、虫だ。虫も元気だよ。じゃあこんなところでバイバイ。皆さんもどうも、この暑い夏、とても暑いので私は今から皆さんを冷やしてあげたいと思います。それでは行きます。本日の撮影が終わりました。今ホテルです。明日も早いので寝たいと思います。それじゃあおやすみなさい。こんにちは、橋本亮です。とっさにねさっき高橋優と書いてあるんですけど、続きまして井上瑞稀書いていきたいと思います。瑞稀むずいんだよな。来ました。はい、じゃあ水木来て。全然似てねえじゃん。誰のつもりで言ってるの。エミジョック出なきゃそうだよ。でも待って、ギャーって何。最高に言ってんじゃん。ギャー優斗じゃん、そしたら。いやでもまとえてる。ありがとうございます。でーす。はい、これでね。